本当にただただ悔しかった。大谷選手への恋しきゅう発言が大炎上した。 WBC 韓国代表の故ウソク投手。 WBC 終了から約1ヶ月が経ち、当時の心境を涙ながらに明かしました。試合で投げて失敗してもまた次があると考えられる。でも WBC では挑戦さえできなかった。それが本当に辛くて、涙を浮かべて声を詰まらせた古投手は次のように続けました。投げるためなら何でもしようと頑張ったが、腕の調子がどうにも悪かった。一生で何度も出られる大会ではないので、あれだけ準備をして楽しみにしていたのに出場できず、本当にただただ悔しかった。だからといって死ぬわけじゃない。もっと強くなれるきっかけになると思う。そして代表は常に光栄な場所。負担になるとかそんな考えは一度もしたことがない。再び機会が来ればいい結果を出したいとコメントしました。古投手の恋しきゅう発言が飛び出した際、韓国メディアでは次のように報じられていました。この発言は日本の一部メディアで取り上げられ、インターネットなどで波紋を広げた。この発言に関して声のトーンや雰囲気など真剣なものではなく、大谷がそれだけすごい選手という意味の話だったが、該当発言が国内より日本で火がついてしまった。実は古投手は過去の国際大会でもある行動がきっかけで大炎上していたのです。一体何があったのでしょうか。バッシングの常連ピッチャー。2017年に韓国プロ野球の新人ドラフトで一次指名を受け、LG ツインズに入団した故ウソク投手。平均約152キロ、マックス158キロのストレートとスライダーが武器の右腕で、主にリリーフやクローザーとして活躍しています。国際大会では2019年のプレミア12に韓国代表として選出され、3試合の登板で3回2失点3奪三振。さらに2021年の東京オリンピックにも韓国代表として出場しました。しかし日本との準決勝、コウ投手は自身の凡ミスがきっかけで決勝点を奪われ、日韓戦の戦犯として大バッシングを浴びたのです。この試合2対2の同点で迎えた8回に登板したコウ投手は、ワンアウト1塁の場面で近藤健介選手をファーストゴロに打ち取ります。まさに絶好のゲッツーコース。しかしコウ投手が1塁ベースカバーに入った際、ベースを踏むことができずランナーが残ってしまったのです。コウ投手がベースを踏んでさえいれば3アウトチェンジだった場面。このプレーをきっかけに2アウト満塁のピンチを招いたコウ投手は、山田哲人選手に決勝の3点タイムリーを浴びてしまい、敗戦投手となってしまいました。特に注目が集まる日韓戦での信じられないミスに、韓国メディアは一斉にコウ投手を大バッシング。韓国野球代表チームのコウのベースカバーミスが決定的敗因になった。致命的ミスだ、ベースカバーもできない、ベースはどこに行ったのと袋叩きにしたのです。そんな古投手ですが、バッシングにも負けず、昨年は韓国リーグのセーブ王に輝いています。今年1月に WBC 韓国代表にも選出されました。地元テレビ局のインタビューを受けた際、日本代表の大谷翔平選手との対戦について尋ねられ、本当にいざマウンドに上がった時、投げるところがなければ痛くないところに当てなければならないなどと発言したのです。これに対して日本の野球ファンは、スポーツマンである以上決して言ってはならないことがある、投げるところがなくなったら痛くないところにぶつけようっていう発想がダメ、スポーツマンシップ以前の人としての問題と猛烈に批判。韓国国内の野球ファンからも、スポーツマンシップに欠ける高投手の発言を疑問視する声が相次ぎました。韓国プロ野球の SKY バーンズでコーチ経験がある野球評論家の伊勢隆雄氏は、恋しきゅうをほのめかす発言をしたら韓国国内でも大問題になります。相手が日本ということで許されると思ったのでしょうけど、さすがにこれはアウトですと苦言を呈しました。また伊勢氏は、自身が所属していた SKY バーンズのピッチャーが対戦相手のキアタイガースのバッターにデッドボールを与えた際のエピソードを語りました。当てた打者は高校の先輩だったのに、投手は何か文句あるのかといった態度を取った。これでファンも含めた大暴動ですよ。韓国は目上の人への失礼を許さない儒教の国。そのため SKY バーンズのピッチャーの態度に相手チームのファンは激高したのだといいます。キアの本拠地だったから、うちの移動バスがボコボコにされてね、球場からは出られなくなるし、ひどい目にあった。意外と思われるかもしれませんが、スポーツマンシップに反することには厳しいんです。
こうして再び大バッシングを浴びることになった高投手。事態を重く見てすぐさま謝罪しました。大谷があまりにもすごい打者で弱点がないように見えた。本当に投げるところがなければ痛くないお尻に遅いボールを投げると言った。小石級発言は大谷選手の凄さを認めているからだったと釈明したのです。投げるところがないからといってわざと当てようと思ったことはない。ただ私がそう言ったので弁明することはない。立場を考えずに安易な発言をしました。こうして大会前から炎上してしまった高投手。WBC では一度もマウンドに上がることなく大会を去ることになりました。炎上発言後、WBC 開幕に向けて順調に調整を続けていたものの、3月6日のオリックスとの強化試合で首を痛め、わずか12球で緊急降板を余儀なくされたのです。首の付け根から右肩にかけて痛みを訴えたため、大事を取って降板した、と韓国野球協会は説明していましたが、その後高投手が日本のマウンドを踏むことはありませんでした。韓国代表は初戦のオーストラリア戦に7対8、続く日本戦では4対13と大敗を喫し、2勝2敗という成績で1次ラウンド敗退となったのです。高投手は帰国後に精密検査を受けると、右肩の筋肉の一部に炎症が見つかり、2週間の休養と薬物治療が必要と診断されます。本戦前に発言が炎上し、練習試合で怪我をしてしまい、さらにリーグ開幕には間に合わない。高投手にとって、今回の WBC はまさに踏んだり蹴ったりの大会となってしまったのです。大谷はゴッド谷。小石級発言という思わぬ形で名前が挙がった大谷翔平選手。韓国では大谷選手についてどのように報じているのでしょうか。実は大谷選手は韓国の野球関連コミュニティでゴッド谷と呼ばれています。ゴッドとは神のこと。つまり大谷は神様というわけです。その他にもキング谷やお坊ちゃんと呼ばれることもあり、頂点にいながらも育ちが良く、みんなに愛される存在というイメージで親しまれています。WBC 決勝戦後の大谷選手のインタビューも、韓国国内では非常に好意的に受け止められました。日本の野球がますます注目されていくことについて尋ねられた大谷選手は、日本だけじゃなくて韓国もそうですし、台湾も中国も、その他の国も、もっともっと野球を大好きになってもらえるように、その一歩として優勝できたことが良かったなと思いますし、そうなってくれることを願っています。とコメント。このインタビューを取り上げた韓国の日刊紙、イルガンスポーツは、インタビューまで完璧だった。1次ラウンドで早期敗退したアジア諸国の金銭に触れる発言、と報じました。そして第5回 WBC は、大谷に始まり大谷で終わった大会だったとして、決勝では抑え投手を務め、優勝を確定させる完璧なエンディングを作り上げた。MVP も当然の褒章だ。だが大谷は謙虚だった。夢見てきた優勝を喜びながらも他の国に配慮するコメントを残した。と伝え、大谷選手を絶賛したのです。さらにイルガンスポーツは2006年に行われた第1回 WBC におけるイチロー氏の発言を引き合いに出しました。17年前、イチローは今後30年間日本にはちょっと手を出せないな、という感じがするように勝ちたい、と発言をして韓国を大きく揺さぶった。この発言は多少刺激的に翻訳された部分もないわけではないが、他国軽視と指摘されてもおかしくない余地が十分にあった。イチロー氏のいわゆる30年発言は、特定の国を意識してのものではありません。この大会に並々ならぬ情熱を持って挑んでいたイチロー氏が、その意気込みを冗談交じりで発言したものですが、これに韓国のマスコミが即座に反応。まるで韓国は30年間日本に勝てないと発言したように報じられ、挑発的な発言だと韓国のチームやファンに受け取られました。さらにその大会で1次リーグに続いて2次リーグでも日本が韓国に敗れると、イチロー氏は僕の野球人生最大の屈辱とコメント。これは同じ相手に2度負け、全力を尽くしたにもかかわらず準決勝進出が絶望的な状況になったことに対する発言。しかし韓国のファンからは、韓国に対して2度も負けたのが人生最大の屈辱と捉えられ、対日感情に拍車をかけたのです。イチロー氏は誰もが認めるレジェンドで、その圧倒的な成績は韓国のファンの間でも尊敬の対象になっています。しかし孤高の求道者で近寄りがたい存在というイメージが強いようです。その一方で、大谷選手は積極的にゴミを拾う姿や素朴で質素な生活をしていることが韓国でもよく知られています。常に笑顔を絶やさず、謙虚で周りへの気遣いを欠かさないその姿勢が、
韓国の野球ファンからも好感を持たれているのです。実は多くの韓国のプロ野球ファンは韓国のプロ野球選手に対して長い間失望していたといいます。サインや写真といったファンサービスを嫌い、年俸がアップすると会社やブランド品を買い漁り、飲酒事故によって選手生活を終えてしまうという残念な選手の姿を数多く見てきたためです。そのためメジャーリーグでも圧倒的な活躍を見せ、さらに人間性にも非の打ち所のない大谷選手は韓国の野球ファンからも完璧な人間として映っており、日本に対して良くない感情を抱く韓国人が多い中でも非常に高い人気を誇っているのです。このように好感度の高い大谷選手に対して恋しきゅうを匂わす発言をしてしまったために、コ投手は国内からの批判を受けてしまったのかもしれません。たとえ圧倒的な成績を残していたとしても、その言動や態度に魅力がなければ多くのファンから支持を得ることはできません。選手のスキャンダルに疲弊してきた韓国のプロ野球ファンは、大谷選手のように実力と人間性を兼ね揃えたスーパースターが韓国国内から生まれることを願っているのかもしれませんね。